はい、おはようございます。今ここは剣山観光リフトの山頂駅の西島駅というところです。ここからここの登山道を登って今から山頂を目指したいと思います。はい、こちらの剣山観光リフトは麓側の見残し駅で標高1420メートル、山頂側の西島駅で標高1750メートルということで、標高差330メートルを一気に登ることになります。うちの愛犬ミッキーちゃんも抱っこすれば一緒に乗ることができますので、今私がスイングバッグに入れて抱っこしています。大人一人往復で1900円ということで、私たちは初心者で犬連れでもありますので、上りも下りも往復利用させていただきたいと思います。よし、行くよ、行くよ、よし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 、調子いいな。ミキちゃん、超調子いい。ちょっとペース落とさんとあかんな、これ。はい、こんにちは。多分、あそこ走ってきたんじゃないの？ほら、ちょうど晴れて見えてくるっていうところがある。晴れないかな。刀掛けの松っていう看板が見える。どれだろう。これだね。刀掛けの松です。ということで、ここになんか座るとこあるんで、もうだいぶ体も温まってきたね。ということで、ちょっとお茶飲みますか。みきちゃんのやつにしよっか。あなた山登り全然平気やな。よかったな。怖いのリフトだけや。登るからな。ちょっとカロリーとっとこっか。よし、行くぞみきちゃん。あ、なんとか神社がある。枝折神社？今日も無事に帰ってこれますように。見てこれ。苔に四方とか雪がついてる。こっち側から風吹いてきたのかな、これ。面白い。もうすぐ山頂だと思うんだけど、山頂フィルターが見えてくる頃だと思うんですけど、ガスに遮られて見えないですね。火がもう白くなって樹氷みたいになってる。行くぞー。あ、生えてきた。あと、おー、すごい景色になってる。なんか雲がもうすぐ生えてくるんじゃないの、これ。ちょっと開けてきて、山頂見えてきてるね。あれが山頂ヒュッテだね。うん、多分あそこが山頂だ。で、なんか鳥が見えてきました。剣山本宮って書いてあるね。で、ここをくぐっていきます。ここ神社で、ここが山頂を切って泊まれたりするのかな。こっちの庭は何かこういう食べ物を頼んだ人があそこで食べれるらしいね。さらに向こうに山頂があと250メートルであると。ちょっと隙間あるから、ミキちゃんここ危ないな。おお、すげえ。おー、開けてきた。どうしよう、何も見えない。今現在地ここですね。で、あっちにテラス東側っていうのがあって、テラス西側っていうのがあって、ここが頂上と。東側テラスへゴー。何も見えん。晴れないかな。すごい整備されてて、すごい山頂がね、広くて多分綺麗なはず。山は冬ですわ。山は冬ですよ、これ。すごい。山頂が、おお、やった。山頂に近づいたと同時に晴れてきたよ。マジ、おお、景色が見えてきてる。山頂やったぜ。山頂に着いたと同時に晴れたよ。すげえタイミング。あっちが次郎牛なんだけどさ、あー、この一瞬だったかな。この雲がなくなればね、ここにね、稜線がぶわっと見えるはずなんだけど、いやー、晴れねえかな。雲の陰にちょっと隠れてるけど、あの道を行きます。
ゆっくりな、ゆっくりゆっくり。こっちこっち。こっちこっち。そうそうそう。そうそうそう。あの、こっちよ。ゆっくりな。よし。よし。なんとガスが晴れてきたんですね。ほんの数分の間にどん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 ガスが晴れて、あっという間に青空が広がったんです。これは嬉しかったですね。もうガスで何も見えない時はですね、このまま帰ろうかなっていうぐらいに思ってたんですけども、この青空でもう一気にテンション上がりました。この時残念ながらちょっとマイクの電源を入れ忘れてですね、アテレコでお送りしてますけれども、本当にもうこの時が感動しました。見てください、この綺麗な稜線。まあ来てよかったなと思いましたね。うわ、こっちもすげえ。なんだこの谷。今剣山山頂から470m、結構ねすごい足場の悪い下り道を下ってきました。でこっから 1090m、 倍の長さがあるね。治療着を目指します。でこっちを見ると、この道からもリフトに行けるらしいんですけれども、さっき言った山頂がもう何も見えなかったので、ちょっとあれじゃ面白くないので、次郎湯行ってちょっと休憩したらまた山頂に戻りたいと今思っています。じゃあ頑張って次郎湯目指そうか。こっからほら見て、道だいぶ歩きやすいよ。あ、本当だ。うん、あの最後はちょっと登りきついかもしれないけど、こっからはちゃちゃっと行けそうだね。はい、ミキちゃんもね頑張ってます。10キャイ11キャイの老犬。さあだいぶ次郎牛近づいてきました。この辺はね、なんかもう下見ていただくと分かる通り、もう普通の道、すごい歩きやすい。ミキちゃんもプリ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 と楽しそうに歩いてる。もう油断して左の谷に落ちてるとこれ帰ってこれないよ。もうだいぶ近づいてきてね、次郎牛が。さっきから同じこと言ってるけど、たまんねー。私たまりません。リエモンさんどうですか。ここからね、もうちょっと行ったら最後の登りがあるんで、今下ってきた分登らなきゃいけんでな。剣山と次郎牛の標高ってそんな変わらないからね。最後の登り頑張りましょう。ちなみに後ろを振り返ると、剣山も山頂真っ青だ。今もうちょいもうちょいです。もうすぐ次郎牛の山頂というところですけども、この登りきつかった。でも山頂とかなり高さが、標高が同じぐらいのところに来たので、もう近いね。リエモン頑張れ、リエモン頑張れ。これついたんじゃないかな、次郎牛頂上、標高 1930m、 やりました。ミキちゃんもやりました。途中なんかすごい険しいところはさすがにこの子登れなかったんだけど、ほとんどの部分を歩きました。休憩中です。まだちゃんと休憩してね、景色堪能してさっきの剣山山頂リベンジ行きたいと思います。ここ四国だったっけ。四国でけえな。はい、じゃあですね、エネルギー補給も終わったのでまた山頂を目指して出発します。はい、今剣山山頂からちょっと降りたところの映えスポット。この木道を登ったところが、朝ビュンビュン風吹いてて、これはダメじゃねえかと思った山頂。いやー、ここ歩いてきたね。
太陽がちょっと傾いてきて、ギロギロ影になったね、今ね。いい時に見えてよかったよ。なんかね、達成感があるね。そうだね。また来ようかという話で、はい、10年後、2030年、生きていたら来ましょう。まあね、すごくいい天気になってよかったんだけど、紅葉が終わってるんでね、今度2030年は10月に来ます。覚えといてね。山頂来ました。やったね、やったね。朝あんなだったのに今すごい景色ですわ。木道がちゃんと整備されてて、ベンチがたくさんあって休憩できるようになってます。じゃああそこのさ、西テラスでちょっと休憩しようぜ。西テラス来ました。ここからの景色はい、ということで朝はね、寒いし風が強いしガスってて一切何も見えないし、どうなることかと思ったけど、テンションの高さがね。もうジロギュイカンで帰った方がいいのかなとこれね、と思ったね。もうリエモンさんもすっごい疲れてね。まあ、よかったね。あ、2時だ。リフトの下りの最終が2時45分、14時45分で今13時58分なので、もうリフトを目指して帰ります。じゃあ動画はですね、ここで終了にしたいと思います。もう最高でしたわ。来てよかったね。今日の動画良かったなと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。お願いします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。